えー、こんにちは、黒田です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムでこういったポップスなんかの場合に、こういうキメがあった場合、これですね、えー、まあちょっと切った曲かもしれないですが、ここからね、こうリズムがあって、はい、これはですね、他の楽器のリズムをこうやって書き出した、こういうのをセクション譜面と言います。じゃあ、この中で一番大事な音って何かわかりますかちょっと考えてみましょう。 1, 1、2、3、4、5というふうに名付けましたがはい、えー、私が一番大事だと思っているのはこのここですねリズムの最後の終わりのとこねで例えばこう皆さんここが大事だと思ってここにすごい力を入れるんですよでこれ、えー、ここに力を入れた演奏をちょっと聞いてみましょうはいどうでしたか、えー、この感じとね 今度はここにこのキメはやらずにここにフィルイン入れてこのクラッシュするやつこれを聞いてみましょうこの2つですね、えー、どっちが なんかこうしっくりくるか。例えばそのドラムだけで考えるとそんなわかんないかもしれないですけど、ギター弾いてて弾いてる人からすると、ここにフィルイン入れて終わらせてくれる方が大事なんですよ。要は、キメの到達点が一番大事なんですね。到達点に音がしっかり音がなくて、ここ休符になっちゃって、ここに何もクラッシュも何もなかったりすると、あんまり意味がなくなってしまうんですね。よく言われる、これジャズでも同じことが起こるんですけど、フレーズのキメの到達点をしっかりドラム叩いてあげる。ここがドラムの役割なんですよ。 でここに音がないと物足りなく感じるんですね。だからなんか物足りないんだよねっていう風によく言われるとで皆さんそうするとどうなるかと,と音量が上がっちゃうんですよで。音量が上がってもここに音がなかったらあんま意味がなくて結局悪循環に入ってしまうんですね。なので、えー、大事なのはその音楽のポイント一番最初の流れる一番最後のところを押さえてあげるっていうのがすごい大事です。次に大事なのはこの5つの音の中で何なことでしょう まあ僕は考えるには、まあこのシンコペーション、入り口、もしくはこのシンコペーションから着地する流れということですね。えー、シンコペーションというのはこの裏拍のこの長い音でジャンプ、まあ短くてもいいんですけど、ジャンプして着地するっていう、この流れが一緒に合うとバンドメンバー気持ちいいんですよ。なので、こういう セクションがバッてあるときは、こういうシンコペーション、タイがついた音とかね、タイがついた音っていうのにものすごくが着目します。とりあえずそれを合わせるかどうか考える。だけど、最初のうちは様子がわからなかったらフレーズを無視して聞いといて、 着地地点だけフィルイン入れりゃいいじゃないですか。で、何回か回ってきて、特にこの曲って何回も同じキメが回ってくるので、あ、そうするとここはジャンプ合わせようかなっていうのを目星つけて、だんだん変化させていくと、あ、このドラマは展開うまいなと思われるわけですよ。様子見ながら展開をうまく見せるっていうのがすごく大事なんですね。だから僕らはこういう譜面パッて見てスッとやるんですけど、最初のうちは様子見てるんですよ。で、だんだん様子見てるやつにバリエーションをつけていくわけね。そうするとシンコペーションをするためには、ここ大事なのは、 この同じ音符じゃなくてこの16分音符3つ埋めてここクラッシュねこれあえてこういう風にしてみましたで着地して手をついてここで着地のクラッシュでフィルインしてクラッシュするこのバージョンを聞いてみましょうこの チャーン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 ,チャーンのところで大事なのは、ここのクラッシュが大事なんですね。で、大事なところで受けて、ここに行くときに、これはさっきこの手をついたのがこの通り、八分音符なんだけど、八分音符の音符に手前に左手を入れてあげると、うたたんじゃん。たんた、うたたんじゃん。切りましょう。次は、たんた、たたたん。この手をついた音符の後ろ側に音を入れる。たんた、たたたん。 音符の手前と後ろ両方入れる。ターんたのとこも、これ入り口からここの合間の音はない。ね、もともとなかったやつ。この間に2つ埋めてるやつ。で、後ろ側と表前に入れてる。これのバリエーションがあるんですよ。なので、これとこれとこっち。これとこれとこっち。これとこれとこっちを聞いてみましょう。 えー、ここの入り口がすごく大事だっていうお話をしたと思いますけどじゃ,ーじゃん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 っていうのは 他の人たちはここで決めをしなきゃいけないわけじギターの人とかベースの人とかねね。そこの手前にフィルインが入ると、あ、決めがここで合ってたんだって言って、とても安心するんですね。流れやすくなるし。だからこういうのを呼び込みと言います。フィルインがこう決めがあったら決めの手前に呼び込みを入れてあげれるドラマってすごく大事で、なので呼び込みして決めをして出口を演奏するっていうのが最高の演奏になるんですが、これを1個やってみたいと思います。 あともう一個ですね、ロック系の人たちがよくやるこの、僕もよく使ってるんですけど、このアクセントの部分だけクラッシュにしたり、その合間をこうスネアでちっちゃく埋めてあげるってやつですね、これ、ロックっぽいんです、ね、聞いてみましょう。はいで、これは悪くないんですけど、このポップスで考えると、ここのシンコペーションからこう着地して、ここに向かうっていう感覚は希薄になるんですよ。で、 まあ、ロックっぽくゴリゴリした感じ。これは例えば、ここの合間をバスでタドとタドとタドタンで埋めても、これもロックっぽいんですけど、これはこれですごく重たい音符になるんだけど、こういう音楽のこのシンコペーションして着地する流れっていうのをちゃんと掴んであげると、より演奏者は気持ちいいんですね。ただそのアクセントの部分だけ合ってるんじゃなくて、あ、ジャンプした、着地したっていう立体的な演奏になりがちなんですね。なので、どう流れていくかをしっかり把握するのが大事ですね。はい。 というわけでですね、こんな感じで、えーまあ、僕の場合はセクションをですね、教えるときは、こういった感じで、全部こう対象表を作ってるんですね。この音符はこうやって叩くといいよ。とりあえずこの音符で叩くとうまくいきますよ、みたいな対象表をまあ作ってますので、えー、こういった感じでよく大学では教えてます。そうするとね、えー、譜面みんな強くなるんですよ。全然こう知らない曲の初見で、こういうキメがポンポンポンって、 こういう決めが書いてある吹奏楽の譜面とか、えっ、ー、と、逆にこうやって書いてあるところから大事な音をこう頭の中で抜き取って、これを組み替えて演奏するっていうのはすごい得意になるんですね。なのでので吹奏楽譜面とか,なんか 大事な音とそうじゃない音も全部平たくこうやって書いてあるので、これは何を意味してるんだろうっていうのをパッて考えてですね、大事な音だけ抜き取って、それに音をこういうふうに変化させていくっていう形にすると、みんな自由度が高く、みんながこう、アクセント合わせてるとこに対して、決めてるんだけどちょっとずれてるとか、すごいぴったり決めてるとか、なんかその、相手との距離感を測りながら、どんどんどん音楽を展開していく。だん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 こう音数増えていったり、音が少なかったり、えなんか決めを最初やらなかったりとかね。 そういういう組み立てがすすごく上手になるんですねで。同じキメが何回も来るとワンパターンになっちゃうじゃないですか同じことばっかりやってるなーじゃなくて同じことをやりながらどん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 変化させて展開していくって感じですねもちろん音色だけでもできるんだけどあのこういった形で音符をこう組み替えていくっていう勉強をするといいかなと思います。 白の方はですね、えーと、詳細欄からメルマガの登録をしていただきますと、えー、無料でダウンロードできるようにしておきますので、えー、よかったらぜひこのタイミングで LINE、えー、登録をお願いします、えー。内容が良かったという方はチャンネル登録、えー、そして今のタイミングでいいねボタンを押してもらうと、また制作の励みになります。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。